かなさんには苦手なものがあります。どれくらい苦手かというと、チョキチョキしないと。どうしたの？音が聞こえるだけでパニックになります。何の音？怖いの？怖さのあまりパパに抱きついたりもします。何？何って？怖いの？まだ怖い。まだ怖い。どうしような。早くあっち行ってって。そして実際見えると必死で逃げ出します。これやらっとるやん、カノさんが。あかの行き、かんちゃん、向こうの部屋にさ、新しいおもちゃで取ってこよ。でもいいや。なんで嫌なの？パパと一緒に行く。あ、じゃあパパで一緒に行っといで。パパ行こうよ。なんで？パパと一緒に取っといで。もういいですか？うん。掃除機さんあっち行ったね。うん。パパ。バイバイって。パパ行ったと。うん。あ、なんか来た。うん。わあ、これだ。うん。あ、光った。光った。かんちゃん、掃除機さんが可愛い掃除機さんになったね。これね。うん。うん、うん、どうすんのそれ。おばちゃんの掃除機。おもちゃの掃除機なの？うん、おもちゃなの。やってみてよ。これ落としてない。ゴロゴロって引っ張って。落としない？落とした方がいい？でもダメ。ダメか。音は出るの嫌なんか。じゃあいいよ、ガーってやって。なんかパパかっこよかったよ今。どうやったらなんかかっこよくなるんかな。こうやったらどうかな。どうかな。じゃあちょっとママに貸してみて。うん。いくよ。お。あ。すごい。かんちゃんやってみて。ああ。か。シール貼ったの誰？そこ。これ奥の。おかまがやったな。うん。パパちゃん。おー、上手上手。疲れたなってやってるよ。よいしょ。はい、掃除機ちゃんとかけてよ、ゴミ。あれ？ゴミ吸っとる？すげえ光ってる。ねえ。おかまじゃない。おかまじゃない。ママの？ママのあの大きい掃除機やけど、かなさんに貸してあげようか。いいよ。いやいや違う違う、ママの掃除機をかなさんに貸してあげようかって。やーやー。なんで？あっちの方が大きくてかっこいいよ。うん、やーやー。やなの？うん、それ誰の？奥のです。うん、わかんないな、うん、ってことはあれなんだよ、掃除機が嫌いなんじゃなくて、やっぱモーター音とかが嫌いなんだよ。うん、光るね。ちょうど暗いところにおるってすごい光って見えるわ。でも掃除機は動いてなくても嫌いなんでしょ。音が鳴るかもしれないって知ってるからかな。ピカピカ光る。
ね、ピカピカ光るね。なんかあなたのあの使い方見てるとあっという間に壊れそうで嫌なんだけど、ちょっと廊下やってきてよ。ピカピカ見よう。はい、頑張って掃除かけて広いところで。上手にできた。そうやってやるな。最新の掃除は天井も掃除すればいいな。じゃあカノさん、これでいっぱいお掃除機かけてください。はい、バイバイ。